こんにちは、ヨル様です。じゃあ今日も頑張って3分プランクやってみたいと思います。よいしょ、よいどよっ。ご覧をご覧になっている方でチャレンジしてみた方いらっしゃるでしょうか。3分間のプランク、ね、普段からやってらっしゃる方はね、そんなに長く感じないと思うんですけれども、やったことない方はやはりしんどいんじゃないかなと思います。いや、何の話をしようかな。あのね、会う人会う人に、まあ会う人で、まあ主に現場で会うバンドマンとか関係者の方々なんですけれども、大体僕口癖のように、最近なんかおもろいことないですかっていうのを聞くんですよ。なんかやっぱ面白い話聞きたいじゃないですか。でも大体返ってくる答えが、そんなのないよっていうのが返ってくるんですよ。だから僕いつもそのために思うんです。いやいやいや、そんなにおもろくないことないわけないでしょと。1日にね、1回ぐらいは声出して笑うようなことあるでしょ。1日1個ぐらいですよ、24時間。ただその出来事を何か一つ思い出して話してくれたらええやんけって思うわけですよ。 何もないよはねえわと思うんですけども、これはね、自分にね、それを試してみたんです。あ、俺なんかおもろい話ないかなって考えた時に、うわ、ないわ思って、へこんだな。いやいや、逆に言うと人に対して、困った質問してたんだなと思って、なかなかパッと出てこないもんですよね。ないわけはないはずなんですよ。ただなんかね、自分でもなんか面白いことないかなって考えた時にね、パッと出てこないことの寂しさ、なんか自分の人生って何なんだろうとか思っちゃうわけですよ。一日一回は絶対笑ってるはず、面白くないことがないわけないんですよ。だからね、なんか楽しいことを常に探しとかなあかんなっていう、そういうアンテナを張っとかなあかんわけなんですけれども、1分50秒だし、だから今からちょっとね、この最近なんか面白かった話ないかなってのちょっと今から思い出してみたいと思います。そうですね、そうだな、おばさん、僕普段自転車乗ってるんですけども、おばさんがこう前から来て、僕となんていうんですか、こうすれ違いざま、よくあるじゃないですか、お互い同じ方向に避けておっとっとってなるみたいなパターン。なんでそれを多分おばさんは恐れたんでしょうね。先におばさんは端っこに避けて止まってくれたんですよ。なんで僕はかわしやすかったんですよ。普通に僕もスピード落として横をかわそうとしたら、おばさん止まったにもかかわらず、なんか自分であーって言いながらですよ、一回止まってるんですよ、足もついてるんですよ。僕忘れちゃう時にあーってこけたんですよ、止まってるのに。と思って、僕一切触れてないんですよ。しかも声出してこけはったんで、なんかまるで僕がぶつかってここしたかのように周りには見えてるわけなんですよ。と思って、なんか分かるけど、すいませんって謝ったっていう、別におもろくない話でした。何分、3分だったんじゃね、最高。つまらん話でどうもすいませんね。